はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ヘブンドック続きをねやっていきましょうか。うん、なかなかね住民もね増えてきましたよね。現在は17人ですね。でコメントであったんですけど、みんなね能力が様々あるんで、能力に合ったね、仕事させませんかということですね。確かに。ちょっと皆さんの能力見ていきましょうか。ここだよね。うん、特性なんだけど PTSD、 これはね何か得意な能力ってわけではなさそうだ。そしてビッグハンド、これは運搬系ですね。まあここにしない方がいいのかな。運搬系だから、むしろねこういうボックスですかね、ちょっと開けておきましょう。名前はね、テイタートットですよね。聞いたね、覚えてる。さあそれ以外にもウィザードがいますよね。これいまいち大釜のみていまいちよくわかんないんだよな。まあこのままにしておこうか。そして船乗りもいますよ。ボートを作る技術を持っているんだって、すごいね。それ以外ソルジャーですね。戦闘なんかあるのかな。アスリート、速度が速い、これはこれでいいよね。そして今回問題なのはシェフですね。レベル1、この人を料理にしなきゃいけないんだよ。トレイシーですね。じゃあこの2人かな。料理としてはここだよね、頻繁に使われているの。これをバーニーからトレイシーにするぞということですね。はい、トレイシーにしました。そうするとあと2人だよね。で1人はそうだな、ここの料理のここにしようか。ゾーイがやってんのか。それ以外はどうだろう。これセトラいないね。じゃあこれをテイタートットだっけね。そうですよね。はい、運べる、たくさん運べるやつということですね。そして最後バーニーが残っているんですけども、バーニーは多分ここかな。これビッグマックやってますね。こっちかなね、こっちですね。じゃあバーニーとしておきましょう。これで一通り全部ねいいんじゃないでしょうか。適材適所といったところだと思います。さあそれでは我々新たなボックスでさ、前回いろいろ作ったんだよね実は。例えばですけど、我々こっちの調理でさ、これ作ったのね。鶏のね餌ですね。この鶏の餌はさ、ここに入れた方がいいと思うんですよ。なのでここにポツッと置いといて、こういう風にしておこうかなね。餌6個入れておきました。それ以外にも鶏系としてはミールワームですよね。ここに入れるように指示を出しておきましょうか。あとはどうだろう、卵なんかも入れちゃうぞっていうことでいいんじゃないでしょうかね。ちなみにミールワームっていうか鶏の餌はこの中に入ってくると卵にねなるという感じか。まあこれはもうね、この人たちに任せようかなと思ったけど、誰もセトラやってないのか。じゃあ私がねサクッと戻してやっておきますか。さあどんどん今回もねセトラを呼び込んでいかないといけないぞということなんでしょう。木もたくさん取っておきましょう。そしてこれもねたくさん多分燃やしておかないといけないんだろうな。ツンツンツンと、これ全部取っちゃおうかなね、効率よくするために。よいしょよいしょと、こんな感じでいきましょうか。さあ前回ね研究したものとして、あとは干し草ですね。これをさあちゃんとどっかに藁かなね、育てる場所作りましょうか。多分ここでいいと思うんだけど。でこれは何が必要なの。砂とレンガって今書いてあったぞ。あるねあるね。よし、できるじゃん。じゃあここにやっとこうかな。ポツンとこんな感じにしておきましょう。ちなみにこれレベルアップできるのかな。お、できそう。レンガがあればレベルアップできるじゃんね。レンガどんぐらいあるんだろう。めちゃくちゃある。よし、そしたらこれがっつり40個ゲットしておこうか。40個さすがに多すぎだけどね。そしてこれをレベルアップしていくぞ。1個レベルアップしましたね。あ、10個でもう1個ね、レベルアップできる。お、15、お、すごいじゃん。どんどんレベルアップできる。20ね。お、すごい。これこんなレベルアップする必要があるのかちょっとわかんないんですけど。で、セトラちゃんと入れなきゃいけないんだよな。どうしよう。オーフォーリア、最近の人ですけど、この人当てがっておこうかな。ね。どんどん新しいものね、作っていきたいなと思っております。さあ、それ以外は、オウムだよな、これ。オウムをね飼うことによってオウムをね働いてくれるって言ってんだよ。なかなかいいよね。これは小麦か。ほう。そして木ですね。木はすぐゲットできる。こんな感じでね。小麦はここですぐゲット。あ、3つすぐゲットできた。ね。そしたらばサクッとオウムちゃん飼っておきましょうか。ここに置いとこうか。ね。ただオウムさんはビスケットを食べるのかな。そうか。ビスケット作んなきゃいけないのか。ってことはこの調理台がもう一つぐらい必要なのかもしれない。やっておこうか。ね。調理台ですけど、キャベツ5個。そしてね、木ですね。キャベツがなさそうだな。
こっから取っていくか、いや収納ボックスにあるといい。2個か、ちょっと足りないな、2個だとね。一通り2個ゲットしておきますけど、ここにある明らかにある3個目ですね、これをゲットしておけば調理台がね漏れなく作れるんではないでしょうか。やっておきましょう。さあ灯台の光が眩しいぞということで、一旦ここにしようかなね。でここで設定しますと、何を設定するかというとビスケットかな。ビスケットはホワイトサンドが必要だと言ってるな。水も必要だと言ってる。うん、私もちょうどねなんか水飲みたいんだよな。ちょっとこの海水は入れておこうかな。ここに入れておきますと。そしてね私も水少々ですね欲しいので、ここから取っていきましょう。どんぐらい取っていく、こんぐらい取っていこうかね。せっかくですので食べつつですね、食べつつ飲みつつということでいきましょう。よし、ゴキゴキ飲みました。さあ魚がいたっぽいけど、おやった、クレートね、これ重要です。ガツッとゲットしておきましょうか。そして水入ったね。あとは小麦粉か。小麦粉ここに設定した方がいいかもしれない。第4番目ですね。小麦粉どれだろうか。結構さ種類がこのゲーム多くてね、この時点で一瞬迷うんですよね。ここにあったね、小麦粉を設定しておきましょう。さあ人が来ているので、あとトレーダーも来てるかなね。こっち先に行こうかね。人なんとかアサインしていきたいぞ。はい、呼び込みましょう。ハーブね、ハーブ5個ぐらいはあるんではないでしょうか。追い返すのはね若干もったいなさそう。ハーブはここか、4つあるね。うん、ゲットしておこう。で残りはこっちにあるかな。あとこれちょっと入れておかないと怖い気がする。よいしょよいしょと。はい、そしてハーブここ1個、あー微妙に足りない、微妙に足りないな。もうちょっと待つということでいいでしょうかね。そしたらば研究もちょっとやっておきたいよな。うん、これ取って、これ取って。っていうかさ、ここら辺にこう打ち上がったやつ取ってくんないのかな。あー、クレート、クレート、クレートも取ろう。ね。研究見ていきますよ。さあ、今回ですけども、何が研究できるかというと、これができそうだな。干し草で。それ以外、これは謎なんだよな。できないんだよな。で、これはフック買わなきゃできないでしょ。で、これもね、なかなかできないぞ。ワインもね、今時点ね、ほんとやりたいんだけど、できないぞ。そしてここはブループリントの一部ですね。一番可能性があるのはこれか。ね。干し草ですね。干し草今作ってるからね。なんとかやっていきたいなという感じはしております。さあ、さすればですけど、我々さ、ハーブ欲しいんだよな。お、いけた。ね、ちょうどいいですね。これで一人ね、入りますね。そうすると18人かな。我々、住民は18人になるぞと。現在ね、幸福度高いですよ、結構。ね、69% です。はい、入りました。そしたらば、一人増えたので、どうしようか。細かく人ね、セトラ割り振っていきたいので、この人はね、特殊能力なしですね。うん。こうしておきましょう。さあ、あとは、研究が必要だよね、ということで。あ、見て、オウム。これね、オウム何やってるかというとね、水取りに行ったりね、するんですよ。ほら、こんな感じで。全部こういう風にやってくれるのかな。こんな感じだったらね、オウムをね、めちゃくちゃ買うっていうのもね、手なのかもしれないけど、薬はまだあるから、調理台いいかな。ね、あ、調理台で思い出したけどさ、調理台も効率よくできるんだよな。それは何でできるかというと、ガラスですね。うん、ガラスゲットしておきましょう。そして、これを効率アップして、あ、小麦粉でもいけそうだ。とにかく効率ね、ガンガン良くしたい。小麦粉はね、さすがに今作ったばかりだから、無理そうかな。っていうかさ、小麦粉作れないと思うんだ。これね、今ね、ホワイトサンドなんだよね。ホワイトサンド1個ゲットしておきましょう。そしてこっちに持っていこうかな。ちょっとガサバっているんで。じゃあさ、もう1個ぐらいこれやるか。ね。どんぐらい何が必要っていうと、これですね。十分あるじゃん。やっておきましょう。設定しておきましょう。あ、これ自動でやってくれるのかな？いや、違うな。セトラー必要か。そうか。じゃあちょっとこれ解放して、こっちにね、セトラーね、割り振っていきましょうか。これで小麦ね、こっちに持っていけば、小麦粉がすぐね、できるぞという感じかなと思います。さあさあさあ、とにかくいろいろやらなければいけない。幸福度ですけど、若干下がりました。食料が全くないか。ちょっと焼きキャベやるか。ね、焼きキャベね、ファッファッとやっておきましょう。さあ、キャベツがないのかもしれないけど、うん、キャベツここにあるな。私がもうちょっと手動で取っちゃう。あ、こいつ取ってくれたね。じゃあここも取っておこうかね。2つ取っておきましょう。焼きキャベです。そし
したらば、お、焼いてくれてますね。お、全部入ってんじゃん。ね、そしたら焼きキャベこっちに入れとこうか。結構増えてんじゃん。ね、食事。うん。そして、我々としては、あと何が作れるのか、じっくりね、今回見ていきましょうか。と思ったら、向こう見ていこう。そうだ、トレーダーがね、いるんだよね。トレーダーじっくり見ていくんですけども、はい、なんか言うておりますが、ほうほうほう、ブループリントあった。ほう、これはさ、ちょっとレンがさ、たくさんあったよな。レンガ取ってきてさ、がっつり売っちゃおうかな。見ていきましょうか。ね。レンガ12個ぐらいしかないか。これちょっと一回全部取って、鉄もね、一気に取っちゃいます。これね、全部売っちゃう。そしてさ、ブループリント一気にね、解放していこうか。さあ、ブループリントですけど、2個ゲットすると、ああ、相当あるな。ポン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 と全部やると、あ、いける気がする。ね。ゴールドフィッシュいくか。ゴールドフィッシュを売っていくことでやりましょうか。羽もいく？いや、羽はね、やめた方がいいか。ガラスぐらいにしとこうかな。これでいいんじゃないの？ブループリントゲットできてるし。よいしょと。はい、それで有効度ゼロね。有効度上げてもいいかもしれないから、ちょっとおまけでこのさ、20個上げちゃおうか。ね、そうすると20ですね、有効度。待てよ。有効度上げてからやった方が絶対よかったね。わ、ちょっと次回気をつけよう。危ない危ない。そしたらば、我々としてはブループリントゲットしましたので、研究がね、まさか進むんじゃないの？一気に。そんな感じがする。ね。見ていきましょう。ブループリントをね、2個ゲットしたことによって、今回はこれ水中探査。これめちゃくちゃでかいじゃん。ね。あとは続いてさ、星草ゲットしに行こう。よしよしよし、なんか方向性が見えた気がする。そしてこれがないんだよな。うん、木炭がちょっとないの。ね。これ危ないですよね。何気にね、取りに行くね、タイミングが遅すぎるんだよな。よいしょよいしょ、がっつり入れていこう。もう一個ぐらいあってもいいのかもしれないけど、ね、とにかくこんな感じで指示を出しておきます。さすればですね、木炭をこの中に入れてあげるのはもちろんのこと、この中に結局木炭いっぱいあるね。残念だな。何なんだろうな。木炭いっぱいあんじゃん。なかなか難しい。さあ、そしてね、ちょっと一つ気づいたんだけどさ、我々さ、新たなさ、ものとしてこのイグルーっていうのがね、作れんだよね。これによってね、魚がゲットできるみたいなんだよな。イグルーを作るには氷が必要なんだって。で、これさ、ワインが永遠に作られないので、氷にね、変えていきましょうか。そうするとバーニーがね、比較的サクサクっと作ってくれるんではないでしょうか。氷はね、この中に入れてくれればいいと思うんで、よしよしよし、これでイグルーいけちゃう気がする。うん。さすればですが、干し草だよね。我々は取るべき。4つですね。よし。そしたらば、この研究がね、解放されれば次に行きたいですよね。ちなみに、20で、レンガ20で行けちゃうぞと言ってるけど、さっきかなりレンガ取っちゃったからな。卵一応ゲットしておきましたので、ここに入れておきましょう。あ、誰か入れてくれてるな。やっぱり。優秀だな。すげえ踊ってる。はいはいはい。じゃあさ、バーもう一個作るっていうのでもいいのかもしれない。やっていこうか。ね。バーは何気に作れそうな気がする。うん。ガラスが足りないか。砂が足りないかもしれないな。砂。はい。ガラスゲットしました。ここら辺は大丈夫？ここら辺の鉄なんかも結構ね、いろいろ足りてない気がするんだけど、ここ砂だね。はい。砂ガンガン入れておきましょう。私がね、砂持ってても多分しょうがないと思うので。お、やったー、これは文明開化ですね。かなりね、いいと思うんだ。さあ、そしたらば砂入れていく。あ、ちょっと待ってね。ガラスはね、持っていきましょうか。うん。で、魚、あ、どこ行った？魚、はい、取れた。ね、魚はね、食料源になるのでめちゃくちゃ貴重ですので、こうやって入れておきましょう。このゲームね、結構忙しくてさ、何やってんだっけっていう世界がね、あるんですよね。そうすると、お、なんだこれ？ビーコンだって。お、これ何？わ、なかなか持ってないぞ、こんな原石なんか。そしてこれも何？これ原石。この原石すごいな。うん。これ何？あ、鉱物。鉱物に見えない。綺麗すぎる。そしたらこれかな？研究するのは。今度は鶏ですね。そして早々にさ、このフックが欲しいんだよな。ひょっとしたらトレーダー来てたりして。まだ来ていないか。今さ、ここに金魚いたよな。金魚ゲットしておきましょう。トレーダー来たね。見に行こうか。ね。さあ、今回のトレーダーはよく来るやつですね。あんまりいいの持ってないんだよな。ハンマー、いいや。ちょっとこいつは去ってもらおう。ね。あなたはいらないよということで、一旦ね、去ってもらいたいと思います。さあ、そしたらば、我々はガラスを持って、でバーだよな、バーを作りたいんだよと言ってんだけど、ガラスがなかなかできないぞと。
うん、そしたら人がいるぞ。ちょっとガラスを覚えておこうね。ガラスを覚えておこう。はい、人、水ですね。あ、これ結構余裕かもしれない。水ね、ゲットサクッとしておきましょう。さあ、食事もしてくれてて、幸せ度はね、68% でなかなかいい感じ。水をね、サクッとゲットしておきます。こんぐらいゲットしておこうかな。もう水ね、たっぷりあるね。おかげさまで。そしたらば、こう言って、はい、入れておきますと。うん。そして人が多分余るので、ここでねバーテンダーだよな、やるべきは我々として。そしてはい、3つゲットしました。あとね3つだな、うん、そうだね、大丈夫かな。多分砂がなかなか思い通りにね取れてない気がする。はい、魚ゲットしておきましょう。砂ないね。砂がないのはここなんだよね。お、3つあんじゃん。これ3つゲットしておきましょう。はいはいはい。魚大量にゲット。よしよしよし。草もさ、結構あるからさ、これネットいっちゃう？こんな感じでもう1個いっちゃう？いけちゃうよね、ネット。ガンガンいっちゃいましょう。そしてこちらに砂投入ですよね。こういう感じして投入しておきます。現在ね、ガラスが9個ですね。多分あと1個あればいいんじゃないでしょうか。よいしょと、はい、ゲットした。さすればですよ。我々はバーテンダーですね。8個でよかったのか。うん。さあ、どこに置きますかということで、バーテン、なかなかこれ難しいんだよな。バーテン、こういったところにちょっとね、置いちゃおうか。ね、隙間に、隅っこにね、ちょっと置きたいなと思いますんで、こういう風にしておこうかな。ひょっとしたら踊ってんのこれも若干邪魔な気もするので、ここにね置いちゃおうか。そうしましょう。バーテンもう一個これさ、こっち側に置いちゃうということで、完全にねもうディスコですね。ディスコにしちゃいます。はい、こんな感じ。そしてこれは何にするかというと、さっき言った通りこちらですね、ワインにしておきましょう。で、一人ねアサインするという感じでいいと思う。これでホワイトサンドですよね。あるよね。そしてあとジュースだけなんだけど。で、なかなかね、ジュースがね、作られない問題があるんですよ。うん。ビッグマックさんのせいなのかちょっとわかんないけどね。そしたらば、水を、こちらかな。がっつり入れていきましょう。はい、鶏小屋と孵化ですね。よしよしよし。いろいろ作んなきゃいけないぞ。今回めちゃくちゃ進んでんだけど、すごいよね。インキュベーター、ね、孵化するね、機械ですね。あと、イグルーも行くのか。ほうほうほう、そうか、イグルーも作れということだね。イグルーはすごい、いろいろやるべきことがたくさんあるぞ。ガラスが本当にない。よいしょとね、ガラス、あ、カンカンカンとやってくれてんじゃん。はい、葉っぱ、そしてここでガラスぶっ込み、こういう感じですね。ガラス3つでイグルーいけそうな気がする。さあ、イグルーですけども、はいはいはい、レンガですね。レンガも必要だよということで、ここで1個取ってくるよね。おっと、ここで砂がないのか。そうか、砂行ってほしいんだけど、砂1個しかないか。厳しいな。そしたらば、砂1個ここに入れといてさ、レンガここにたくさんあればいいけど、あるね。よしよしよし。さあ、それで、あ、氷ね。ここで、そうかそうか、氷が必要なんだよな。今、氷1個作ったでしょ。あ、こんな感じね。こんな感じでガンガン作ってもらえればね、我々ね、幸せになるんではないでしょうか。うん、順調ですね。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでMe. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.